たとき、女賭博シリーズなどで活躍していた女優の榎並京子さん。2018年、突然の訃報で世間を驚かせました。亡くなる直前まで女優として活躍していた榎並さんの身に一体何が起こったのでしょうか。経歴とともに見ていきましょう。榎並京子さんのプロフィール。本名野平かすみ。生年月日1942年10月15日。出身地東京都渋谷区千駄ヶ谷。身長160センチ。血液型 A 型。学歴宝泉学園高校。経歴。榎並京子さんの母親は戦前に東宝で活躍した映画女優、榎並和子さんです。母親は榎並さんが5歳の時に亡くなりましたが、娘の榎並さんに大きくなったら女優になってお母さんの続きをやってほしいと伝えていたそうです。そんな榎並さんは小学生の時に見た映画や母親の姿を見て、中学生の頃から女優になることを夢見ていました。母親の意思を継ぎ、16歳の時に年齢を1歳さば読んで、映画会社ダイエーのオーディションを受け、見事合格。1960年に女優デビューを果たしましたが、しばらくは脇役しか回ってこず、なかなか芽が出ませんでした。ダイエーを辞めて舞台女優へ転身しようか考えていた1966年、23歳の時に転機が訪れます。ダイエーの先輩女優、若尾文子さんが負傷を理由に映画、女の賭場を降板したため、代わりに榎並さんが抜擢されたのです。この作品が初めての主演でしたが、榎並さんの演技は高く評価され、一躍その名前が知られることになりました。榎並さんが着物をはだけさしたままサイコロを振る昇り竜のお銀役は一大ブームとなり、女賭博士も1971年までに17本ものシリーズが制作されました。同シリーズでの入りますというセリフは流行語にもなったそうです。その後の1973年に映画津軽ジョンガラ節で評価を得てからは、演技派女優として名を馳せ、その洗練された美貌から和製オードリー・ヘプバーンとも呼ばれました。亡くなる前年の2017年には NHK 連続テレビ小説べっぴんさんなどに出演しており、亡くなった2018年も映画少年で46歳下の俳優松坂桃李さんとの濡れ場を演じ話題を集めました。萩原健一さんとの関係が。かつて榎並さんは証券こと萩原健一さんとの熱愛が報じられました。当時榎並さんは28歳で、萩原さんより8つも年上でした。萩原さんはバンドザ・テンプターズのボーカルとして大人気で、俳優としても沢田研二さんと人気を二分するほどの大スターでした。アプローチしたのは榎並さんの方からで、雑誌で萩原さんと対談した時に自ら電話番号を渡したそうです。その後時期は不明ですが破局しています。結婚しなかった理由とは。榎並さんは萩原さんとの熱愛報道以降は恋愛報道もほとんどなく、生涯独身を貫いています。2013年トーク番組僕らの時代に出演し、自身の結婚観について語りました。番組では、パートナーは欲しい、でも面倒くさいわね。はっきり言って自分が寂しいわ。こういう時に誰かいてくれたらいいなと思う時にだけいてくれればいいけど、と明かしています。また、自身の恋愛観について、好きになったり別れるということは、そこに悲しみや不幸があったりするわけでしょ。
私たち女優の場合、悲しいけど全部栄養にしていただいているの。だから業の深い職業だと思いますよ。そしてその時の感覚を芝居に使用するわよね。そういうものなのよ、女優ってのは。化け物よ、普通じゃないわと話していました。そして独身でいる自分の女優人生については、孤独だなって本当に思うことがある。ここにいる私が私しかいないんだわって、チリだわチリって思うことがある。そんな自分を寂しいと思うと同時に、これってすごく至福と思う。こんな自由ってないじゃないですかと発言しています。榎並さんは生涯女優魂を貫いた生き方をしていたのですね。亡くなった原因は、榎並さんは2018年10月27日、76歳の時に肺気腫の急性増悪によって亡くなりました。肺気腫とは、肺胞が大きく膨らんでしまい、吸った空気がうまく吐き出せなくなるため、体を動かした時に息切れが起こったり、呼吸困難に陥りやすくなり、悪化すると亡くなってしまう病気です。事務所によると、榎並さんは呼吸の悪化を訴えて緊急入院したそうですが、回復することなく翌日に息を引き取ったといいます。事務所は、あまりに突然の出来事に言葉もありませんとコメント。亡くなる5日前まで NHK のラジオドラマの収録に参加していたといい、11月から翌年にかけても数本のドラマ出演のオファーを引き受けるために事務所側ともミーティングを重ねていました。榎並さんは長年肺気腫を患っていたものの、日常生活に支障はなかったことから仕事を続けていました。亡くなる数年前から健康上の理由で引退も考えていたそうですが、映画「少年」をはじめとした作品で若手俳優との共演に触発され、生涯女優でいようと決心していた矢先に起こった訃報でした。亡くなる直前まで女優業をしていた榎並京子さん、突然の体調悪化にご本人も悔しいことでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。